フライング V は、ギブソンのエレクトリックギター。PC リッチ社のモッキンバードなどと並んで、変形ギターの先駆け的存在である。1958年に、同じギブソン社からエクスプローラーと共に発売されるも、当時は、その奇抜なデザインが受け入れられず、翌年には一旦生産が中止される。2年間で生産されたフライング V は、わずか98本であったという。 1960年代に入ると、アルバート・キングや、ジミヘンドリックス、レズリー・ウエスト、キース・リチャーズ、ロニー・マック、デイブ・デイビスなどが使用し始める。1970年代以降は、アンディ・パウエルや、ポール・スタンデー、マイケル・シェンカーなどが使用。コピーモデルも出回り始め、1980年代に入ると、ギブソンは1958年のフライング V を復刻する。 この時、エクスプローラーと、モダンも復刻された。1990年代には、レニー・クラビッツが使用。日本では、レイジー時代の高崎・アキラ、ザ・アルフィーの高見沢・俊彦、ユニコーンの奥田・タミオと、安倍義晴、小山田慶子やホテともやす、アートスクールの木下・オサムジュ、スピッツの草野・正宗、ラルク・アンシエルの剣、ブンブン・サテライツの川島・道行 元くるりの大村とおるみ、筋肉症状態や、XYZA の吉高文彦、ビーズの松本隆広、マカロニ鉛筆の田辺義明などが使用している。インハイに至っては、ツインギター及びベースの全てに、フライング V を使用している。V 字型のボディ形状が原因で、座って弾く、際の演奏性は、あまり良くないとされるが、そのルックスとマホガニーボディが生む、甘く太いトーンに惹かれ、 ブルース系からヘビメタル系まで幅広いジャンルのギタリストが使用している。また一部のモデルには滑り止めがついており、座って弾く際の安定性が増している。ありがとうございます。